お、ブロです。今日は色違いの不思議場のランクまで使います。もう実はここに至るまでに、3回ほど、構築を変えております。もうほんまにこの不思議場というポケモン、なかなか、使い勝手がね、難しいポケモンで、ただ、やっと完成いたしました。勝率は今のところ8割です。まあ、特性今回揚力数で、まあ、揚力差アタッカーかと、まあ、努力しぶり的にも、まあ、揚力差アタッカー、ヒデリを使ってと思うんですが、はい、今回この揚力数はおまけです。まずは技から見ていきましょう。はい、第一の力、眠り子のハードプランとヘドロ爆弾。まあ、これを見ても、まあ、もう揚力数の上から眠り子のを巻いて、まあ、普通にもうアタッカーでやっていくんだろうと思いきや、はい。今回、空振り保険を出しました。そうなんです。眠り子ながら命中がまあ75といって、まあ微妙に外れやすい、微妙に外れやすい、命中率なんですが、それを逆に活かして逆手にとって、空振り保険を持たせることで、1回空振り保険をミスってしまえば、2段階上昇、つまり、フェローチェまで抜けます。でそこからもう眠り子なで巻いて、もう大巻きって、もういきなり、ヘドロ爆弾ダイヤシートで特攻を上げても全抜きを誇ります。これが今、めちゃめちゃに刺さってるんで、もう早速やっていきます。まあ、第一の力はもちろん雑誌案とか、まあ、ヘドロ爆弾フェアリータイプで、ハードプラントアボタイプ1の草タイプの、特殊アタッカーでやっていきます。まあ、今回、控えめにやっています。交換で、もらいました。スペインさんらしいです。やっていきましょう。それじゃあ、行ってみよう。お願いします。なんだ、なんか、妙に赤が目立つパーティーだが、いや、これ宿なんだな。もうこれ宿なんでいきます。宿なんで。お願いします。でも、タートルネック、レジエレキ。いや、これ、これ一番良くないか、レジエレキ。レジエレキが、不思議花にどうこうできるとは、思えない。どうこうできるとは思えないが、鳳凰が切ると、普通にきついな。普通にきついな。これも、とりあえず眠り花で。とりあえず眠り花で。ボルチェン。入るね。今一つなのに入るね。いや、ただこの眠りゴナが、入ろうが入る前が、どっちにしろ必ず相手は眠る。2連続で外す確率が16分の1っていう、もう、天文学的数字なんで、これ眠りゴナ外しても構わない。外して相手ラッキーと思いきや、まっちょろいじゃん、ボケ。空振り保険で素早さが、上がる。これ眠り罠で。再度眠り罠です。もう2連続外す確率が16分の1なんよ。もうつまりゼロ。もう、だって16分の1ってさ、いくつよ ?100 割る16人かな。ちょっと全然違ったらごめん。7%! 違うかね。サンダーかジバコ。ジバコ、サンダー。いや、これ、お前、サンダーか。なあ、お前、スカーレット色やないか、お前で。しかし、いきなりジャシアンから来ると。相手はなかなかスカーレット色をしているが、まあ、俺もスカーレットを買います。これさ、なんか交換読んで剣前とか打ってきそうじゃない？これなんかでも一個前で身代わり打たれたんやけどさ。これもうこれ身代わりやったら知らん。これ身代わりだったら知らん。剣前打て。ザシアンを引っ込める。なんか交換かなんかを読んだか。ここでお前ラッキーが来るが、俺にとってそれはラッキーである。待って、俺のパーティーって今よく考えたら物理アタッカーが、いないんじゃないか。やべ。ごめん、俺、オール特殊アタッカーだったから、これはハピナスが、それは当然来るわ。当然ハピナスが来るが、ごめん、俺、いやー、撃てねえな。眠りゴナ撃っちまってるから、ヘドバックで、ちょっと眠りゴナが、当たってしまってるんで、こうにも、こうか不こうか。当たってしまってるんで、これ次、ごめん、次、眠り子を外して、そのタイミングでどうにか、したいところだな。あ、爆睡中だった。これ待って、普通に。いやー、これどうする？起きたタイミング絶対卵海みなんで、さすがに。さすがに卵海みは安定だろ。トライアタック、お前、天の恵みか。
あーごめん、ちょっと麻痺だけやめて、お願い、麻痺だけ。おらもう出しとれ。ただ、さすがに海洋がもうここでもう、役割を十分果たしたっていう、あれだと思うんで、もうこれ最後に詰ましてもらうわ。目を覚ますか。あー、いってー。へい。さあやっていきましょう。んで相手の手、なんだこの相手もガマゲロゲがお前全部純電金だよんけ。で、まずはまあ全体にしとくか。これはもう雑誌案からこうやったの次。いやちょっと頼むから雑誌案からだけはお願いだからやめていただきたい。イベルタルか。イベルタルであれば、やいっすね、もうほんま生ハムが。ならもうこれオールランベールを貼って、まあ、吹雪一発お見舞いするか。うん、吹雪一発お見舞いしてやれば、相手も、我に返るでしょう。うん、まあ、とりあえずオールランベールで。球根はもうこれをやれば、もう十分仕事はしてる。いやー、ここでお前大魔切ってこれるのはなかなか。これ弱歩なんかな。ごめん、これでも弱歩を警戒して、ごめん、一旦怪しい光から入った方がいいかもしれない。まあ、弾であればもうもちろん吹雪から行くわ。まあ、ダイジェットを積んでくるが、うん。まあ、当然のごとく耐える。てか、これ弾じゃないなってことは。いやー、このダメージ的になんか弱歩くせえな。やめとこう。うん、ちょっとこれ怪しい光にします。これ多分弱点保険だとは思う。うん、これも怪しい光を入れて、いや、オッケー、これで十分。これでもう十分で、しかも大バーンを打ってくれたので、大バーンを打ってくれたので、不思議バーなんか、受動的に揚力層発動できる。うん、まあ大丈夫。もうこれも、この一個に構わん。キューコンだけで、ダイマを枯らしてあげく混乱プラスプラスで、かなりえぐいことができてるんで、まあ、もうこっからな、こっから、不思議バナを言って、まさかお前バナが、あーてかでも待って、ダイジェット積まれてんのか。ダイジェット2回積みなんで S2 倍でもか、 S2 倍でも抜かれてしまってる。ごめん、混乱一発引いてくんないかな。混乱一発引いてくれたらこれめちゃめちゃいいんだけどな。いや、上から出た、入った。待って、これイベルタラに上から入った日本バレ、あと2ターンやろ。ダッシアン、ダイマない。いやもうごめん、これダイマ切るわ。ここダイマ、ダイアシットで、これダイマダイアシットいくわ。で、なんならにちょっと2ターン寝てくれ。もうこのターンはさすがに寝てるくれるよな。さすがに寝てくれるはず。はい。ちょっとなんかとある芸術家に似てるこの巨大マックスの姿。ちょっとね、この模様といい、なかなか芸術性がありそうな、クライマックスですが、ダイアシット。いやいやいや、十分入ってる、十分入ってる。これ十分入ってる。いやー、寝てくれてんのは本当にありがたい。で、頼む、ちょっともう一ターンだけ寝てくれ。オーラベール、また3ターンある。待って、助けとかないよな。まあ、裏ちょっと助けはないと。ごめん、ちょっと、たぶん、このターンイベルタルが寝てくれれば、ダイアシット、ここに雑誌屋に引いてくることもない。でも、このターンは正直、大ウォールでいいわ。あー、起きたか。いや、頼む、ちょっと、デスミンだったか。で、ここで日差しが元に戻ってしまうと、
さいな。ごめん、これ大ウォールだ。そうだね、これ大ウォールから入んなったんだ。これ大ウォールから入って、うわ、ちょっと待って、ここでお前引っ込めれるのはすごいわ。で、ザシアンか。いや、なるほど。ここでダイアシッドサイドにもらってもしょうがないってことか。いや、まあ、これはまあ、どっちにしろ、まあ、このターンはほぼほぼなかったことになるんで、ちょっと待てよ。オーロラベールがあと1ターンか。このターンで、このターンで眠り粉を。強制さん、いや、ちょっとこれ、ちょっと一発耐えるやろ。オーロラベールが入ってる。ギリ耐えるはず。うわぁ、ぶねぇ。いやぁ、オッケー。これ空振り保険はまあちょっと起動していないが、これがいい、別に。起動していないが、これ第一の力で雑誌を持っていこう。いやー、引っ込めれるか。あー、そこ読めたらな。ごめん、これこそ読んであれか。眠り粉か。いや、やられたわ。そっか、ダイセットないんだ。で、ダイセットがない。いや、もうこれヘドバック行くわ。もうこれザシアンバックでも、あー、もううぜぇ。ただ、相手でもこうやって交換してる分にはもう、正直何もできないといえば何もできないんで、まあ俺はもうこれ常に弱点をついていけばいいよな。いや、オッケー、よかったはい、耐えるの？お前さらっと普通に耐えてきてるが、ちょっとこれ起きたら終わるわ。あーあね、眠り頃最高え、オッケーね。いるのは、あとは眠り子、寝ているイベルタルト？あー、ここでランドロスか。いや、なるほど。これランドロスか。まあ、安定宅で自信なんかな。まあ、ここまで温存してきたってことは、ステルスロックを巻くだけの、あれではなさそうなんで、おっとえ、これ最高ですわ。こうなってしまえば、はい、まあ、ヘドロ爆弾で、いいのかな？ハードプラント。まあ、ヘドバックでいいわ。ヘドバック一発いっときます。まあ、ランドロスぐらいの特防であれば、オッケー。この次のターンでハードプラント行って、もうこれ次のターンでハードプラント行って、もうこれでいいわ。これでハードプラント行きます。はい。よーし、これや。いや、ただ空振り保険が発動してはいないが、ただ空振り保険が、これ全然今発動するタイミングがいくらでもあったんで、まあ、結局これだよな。二段階上がってしまえば、もう何とでもなる。ああ、まあさすがにここで目が覚めるが、いや、OK。まあここでデスウィングをもらっても、まあ大して回復はしないんで、いや、よく頑張ったわ。ほんまよく頑張った。ほんまによく頑張った。で、まあ、あとは、もう、すべてにケリをつけようかなと。はい、ザマゼンタの、すべてのタスキをつないで、今この地に力を示せ。さらば生ハム、また来て世界へ。いいファイトで。ありがとうございました。これないよ。